はい、どうも、ケリーです。よろしくお願いします。ということで、今回もパンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、ということで、今回は何なのかって言いますと、そう、もうすぐね、10月になるわけなんですけども、10月ってどんなイベントがあったのか、はい、こちらをですね、まあ、去年に基づき、えー、ちょっとやっていきたいと思います。 はい。まあなんでね、まあ皆さんが気になると言えばね、えー、まあダイヤの配布とか,か、うんちゃらかんちゃらまあ気になると思うんですけども、まあ一応ね、あの前回の動画でも出したんですけども、今平均で、まあ9月現在で言うと月ベースで言うと、平均ダイヤ600個ずつ月平均配られております。はい。まあなんでね、残りの10月、11月、12月もですね、えー、まあ一月につきまあ大体600個ぐらいもらえるんじゃないかなというふうに思っております。 その中での、はい、まあ、10月、まあ、どういったイベントが来るのか。まずはですね、誕生日ですね。はい、こちらになってきます。これがね、非常におもろい。うん、それが何なのかっていうと、そう、10月1日って、 そう、このキャラ、歌の誕生日なんですね。はい。なんと映画キャラが来て即攻もう誕生日を迎えるというね。はい。これはね、なんかしら俺怒るんじゃないかなというふうに思っております。え、ワンチャンなんですけども、まあ、9月13日まで、まあ、歌のね、フェスゲのキャラクターが実装されてたんですけども、はい。まあ、9月13日以降からバウンティー始められた方は、フィルムレッドを見てバウンティーを始められた方って、ま、あいるわけですよ。はい。なので、 10月1日歌の誕生日来た瞬間に俺ガチャワンチャンあるんじゃないかなとえ個人的に思っておりますうん、それがですねまあ、期間で言うと2週間えそれがですね今の工場のえー、まあ なみ、チョッパーがですね、10月13日で終わるので、そこの約2週間ぐらい、もしかしたら、歌のフェス限の復刻、あるのではないかなというふうに思っております。うん。まあね、以上、いや、それはさすがに早いからないよっていうふうにね、まあ思われる方もいると思うんですけども、うん、まあね、9月、あまあ8月ね、映画見れなかった方とかをね、考慮して、運営の優しさでやってきてくれる。 かもねとと、はい、期待をしていいいきたいと思います、まあ、間違いなくねあの誕生日プレゼントのダイヤの配布歌は必ず俺はあると思ってますさすがにあるでしょとはい、まあ、なんでね10月1日、えー、いきなりね、えー、ちょっと楽しみなところが増えてきたとでその他のキャラクターの、えー、と誕生日で言えば、まあ、誰がいるのかというと10月5日10月5日になってくるんですけどもこちらはい 白げ海賊団一番隊隊長、マルコが誕生日を迎えてきます。はい、ここも、えー、ワンチャンあると思ってます。ただし、去年、えー、このマルコに関して言うと、誕生日を祝ってもらえてないんですよね。はい、なので、ま、来るかどうかがちょっと、ま、微妙なんですけども、一応ね、えー、マルコ、今、今年もですね、えー、緑マルコが出てきたので、祝ってくれるのではないかな、というふうに思っております。そして、その翌日、はい、10月6日、 こちらトラファルガーローですねはい、えー、10月6日が、えー、ローの誕生日になってきますはい、これに関してで言うと去年、えー、ローの誕生日虹のダイヤの配布ありました はい。なので、えっ、ー、と、まあ、今回もですね、まあ、あると思います。まあ、ローって言えばね、クソ人気なキャラクターでもあるし、うん。まあ、バウンティーでおいてもね、ローの新キャラが出てきたら、まあ、基本的に環境に入ってくるぐらいね、えー、運営にも愛されてるキャラなので、えー、まあ、ここはね、えー、まあ、9割方で、ね、えー、ダイヤ配布あると思います。はい。 で、もう一人ね、えー、あるんですけども、これがですね、10月、えー、23日になってきます。23日、このキャラクター。 ドンキホーテ海賊団、ドンキホーテとフラミンゴと。はい、いうことでドフィの誕生日ですね。はい。まあなんで、ドフィもね、俺、あっていいと思うんだよね。うん、結構あの、運営ドフィ好きなんですよ。もドフィ出てきたら基本、強キャラなんですよね。はい。一体目の赤ゲッターの、えー、ドフィで言えば、環境1位のゲッターだったし、そして今回ね、えー、まあ、 去年ですかね、えー、このドフラミンゴ出てきたんですけども、赤犬キラーとしてね、速攻赤犬を殺しに来たっていうね、えー、感じの、えー、もう運営が大好きなキャラクターの一人ですね。はい。なんで、ここも祝ってくれるんではないかなというふうに思っております。はい。というような感じで、10月の誕生日のキャラクターはこういったキャラクターになるので、まあ、注目すべきはやっぱり10月1日の歌の誕生日になってきますね。はい。ここでね、はい、もしね、フェスゲ、えーとゲットできなかった人、えー、もしかしたら、 え復刻あるかもしれないので、えー、ぜひと皆さん頑張ってみてくださいはい手てことで続いていきましょうはい続いてになってくるんですけどもこちらがイベント関連になってきます10月ってね非常に少ないんですけどもまあフィルムレッド関連を除いたら何が来るのかって言いますと10月31日の ハロウィンですね。はい。まあ、こちらのは、まあ、10月31日付近になってきたら、ハロウィンイベントっていうのが、えー、まあ、これ、毎回開催されております。はい。なので、今回もですね、こちらの、そう、えー、ログインボーナス、えー、イベント、そして、ミッションと、はい、いう形で、えー、来ると思われます。もしかしたらね、ここでね、ハロウィンコスプレの、うん、ペロペロとかね、はい、ロビンとかナミとか、はい、めちゃくちゃ見たい。<laughs> <laughs> はい。っていうのがね、まあ、来てくれたらね、またね、おち面白いことが起きてくるんですけども、まあ、去年はですね、こういったあの、フェスゲンのピックアップガチャでしたね。はい。えー、まあ、今回もですね、えー、もしかしたらピックアップガチャ系になってくるかもしれないんですけども、はい。えー、と、まあ、それはね、えー、来るまでちょっとわからないので、まあ、一応こういった、えっ、ー、と、ログインボーナスとか、えー、ミッション系は必ず来るので、えー、期待して待っておきましょう。はい。ということで、まあ、こんな感じかな。 はい、続いてなんですけども、やはり気になってくるのは、超フェスたちの。 復刻ですよね、はいまあ、11月3日ではヤマトの誕生日で復刻濃厚と言われている中残りのこの5キャラクターシャンクス、ルフィ、クロヒゲマムおでん、これがまあ10月に一体は絡んでくると思っております、はい、それが何でなのかは前回の動画で説明してるのでよかったら見てください、はい、でその中からやっぱり来てほしいのってやっぱりこのキャラクターなんだよね光月、おでん うんまあ、これが俺的になんでっていう話なんですけども1月でね「まあ、光月おでん」4周年の手前で出てきますよっていう方もねめちゃくちゃコメントで多かったんですよねただねそこで出てきたとしても育成期間っていうものがあるからうん 10月に出てきてもらって、育成を2ヶ月間じゃあしました。10月、11月ってして、12月、1月でもいいから、シャンクスおでん、今の最強パーティーをですね、新規の方たちに楽しんでほしい。超フェスのパーティー編成がめちゃくちゃ強いんだよ。超フェスってすごいんだよっていうのをね、えー、まあ体験してほしいっていうのが個人的には思っております。うん。で、やっぱりね、シャンクスはゲットしたけど、裏のキャラクター、ゲッターが誰もいないよっていう方って結構いらっしゃるんですよ。はい。でもう それをね、一番早く解決するのってやっぱりこのおでんが出てくるのが一番の解決法だと思っておりますはいまあなんでね、えー、運営さんねそこね本当にもうお願いしますっていう感じですはいまあなんでね光月おでん来月、えー、俺は復刻するんではないかなというふうに思っておりますもう死し,しよくっていう感じですけどもねはいえーまあなんでねまあ、超越の復刻は間違いなく来月も絡んでくると思うのではいまあ、そこはね、まあ、どのキャラクター 来るのか、ままあそこもね、楽ししみにしながら10月待っていいいきたいと思いますはい。まあ、ということでですね。まあ、今回、えー、10月のイベントについてなんですけども、まあ、フィルムレッドもまだまだ絡んでくるし、えーっと、もしね、フィルムレッドが絡んでこなかったらね、イベントことって言ったらね、ハッピーハロウィンしかないんですよ。10月めちゃくちゃつまんないじゃないですか。はい。なので、フィルムレッド関連があって、途中にハロウィンイベントが重なってきて、えー、10月終了するのではないかなというふうに思ってます。はい はい、で一応ね10月の誕生日で、えー、期待ダイヤの配布を期待できるのは一番は。 歌とローになってきます。はい。なので、10月1日、10月6日は、まあ、9割型。はい、えー。俺はダイヤの配布あると思っております。うん。そしてね、5日のマルコ、そして23日のドフィーに関してで言うと、えー、ワンチャンあるかなというふうに思っております。はい。まあ、なんでね、ぜひとも皆さん、えー、10月もワクワクして、えー、バウンティーラッシュ楽しんでいきましょう。はい。ということですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 Jenny